多分ね、夏の国でもね、そういう長いパンツはね、上ね、上はめっちゃ露出して、そう、下ね、あんたさん寝起きすぎ寝てることはできる。やっほー、あやです。サブリナです。はい、今日はゴールデンウィークということで、はい、旅行に出かけます。イエーイ、第2弾みたいな。卒業旅行から2回目の2人旅行。はい、前回ね、パッキング動画してっていうのが出てたからやろうかなって思ったんだけど、うちあやんちに泊まっちゃって、準備はもうしてるんだよ、うん、2人だから、どんなものが入ってるかとか、何を持っていくとか、パッキング動画を撮りたいと思います。1人ずつ紹介していきます。じゃあまずうちから。はい、まず井上です。こんにちは。洋服、うん、こっちに全部入れてる。今回行くところはまだ言わないけど、うん、シークレットシークレットだけど、うん、まあ、とりあえず夏の国、あ、これ見たらバレちゃうかな。あら、あら、あら、バレちゃうかな。ズボンを 1,2,4 枚、半ズボン2枚と長ズボン1枚、2枚を入れます。服はね、適当、こんな高めなんて入れない、うん、オトロッピーで買ったやつです。まあ、タグもついてますね。かわいい、かわいい。アメリカンイーグルで買いましたね。この GU のもうこれだけで過ごせるブラ、うん、まだ全然タグがついたらセクシーなやつですね。あとワンピースですね。このアメリカンイーグルも全部タグがついてますね。あれよ、この日のためにさ、買っといたからさ、うん、あっちで着ればいいかな。服はもう全部適当ですもん、このブラトップなりヌーブラなり。恥ずかしい、ヌーブラなんて下なのしてません。と、水着、これが水着ですね、うん、こんなに量があります。と下着、あとは T シャツですね、新しく買った、うん、あ、こちらですね、こちらはあのトラベルセット。トラベルセット、こちらの中にはですね、シャンプーなり、今思ったんだけど、めっちゃ顔寝顔なんだけど、あ、でも2時間で出なきゃいけません。こんな感じですね、うん、これは300円ショップで買った。みんなも買いな、いいね、しかもこれくっつくから、こうやってあ、かけられんの、かけられる。そうで、こっちはまあ普通に服とですね、はい、で、これをしまってください、はい、次、こっち側です。メイク道具、まあメイクはしないから、1日かかるからね、飛行機。バッグは2つ入れてあります。今回はちょっと、まあ、ヒント、海に行くもん。まあ、見ればわかりますよね、水着とか言ってるから。海用の引くやつね、うん、アイロン。あ、アイロンは2人で旅行するときは半分こした方がいいですね、ドライヤーと、うん、実は3足入ってますね、なんかあっちで使えるようなバッグ、うん、サングラスも入って、終わりです。なんというシンプルなやつ、普通。まあ、こんなもん。ちゃんとお薬も入ってます、うん、これで井上のは終わり。次は中町です。まずはこちらですね、サングラスとかコンタクトとか香水、ピアス、あとこれはお父さんにさっき借りた、なんて言うんだろうね、変圧器ってやつ、メイドインチャイナ、チャイナ。 GoPro、 GoPro こんなとこ入れちゃ危ないかな、よくの間に入ってしまうから。そのポケットは終わり。そう、こっちはケーブルって感じかな、日焼け止めのサプリ、サプリとか薬とか。次、はい、洋服ですね、もう洋服、帽子もあっちゃったりして、あっちゃったりして、何この袋、すごいいらないんだけど、水着とか、あとお風呂セット、多すぎて入んなかったのに、シャンプーでかいのにしたの。今回は5泊7日間の、あ、ラッシュ、あ、持ってきたの。そう、今回ファンからもらったラッシュを。寝起きだな、今の顔。あとは洋服ですね、洋服はなんか着回せるやつ、あ、結構持ってくかな、なんかこれとかも、これだけでも着れるし、中に T シャツでも着れるしみたいな、ナンパストーリーか、できやすい洋服を選びましたね。インスタとかに載ってるんで、ぜひ。これは昨日ね、買うつもりなかったんだけど、私が働いてる店で買っちゃいました、買うと。多分ね、夏の国でもね、そういう長いパンツはね、上ね、上はめっちゃ露出して、そう、下ね、あんたさ、寝起きすぎ全然言葉出てきてないよ。あとタイパンも持ってきました。あとは下着、GoPro の上、洋服セットは、洋服意外とでもちょっと多いよね。多いね、いっぱい着たいと思っちゃう。その洋服も着てみたいとか。でもさ、今行くところは別に買えるよね。うん、なんなら買ってった方がいいかもしれないところかも。こちらはですね、まず靴、ヒールとサンダル、サンダル、うん、スノーケリングのこれが入ってます。でバッグですね、とドライヤー。ドライヤーは海外行った時にすごい弱いのが多いから、ね、自分で持ってった方がいい。あとは日焼け止めスプレー。うわ、でっか、私の衣装勝ちすぎんだろ。あとメイク道具、ハンドバッグ、あとはもうこれ重要、
ケーブルですね。充電何個もするやつが多いんで、普通にさベッドのところだとさ、うわ短とかよくなるから、一つだったりね、二人なのに、って感じです。終わりでーす。はーい、はい、ということでこんな感じになりました。はい、普通に入れてるものは普通の人々と変わりません。うん、まあ、言うとうちじゃね、ちょっと旅する人じゃないからさ、うん、あんま、まあ、これからいろいろ改善しつつ、そうそう、学んでいきたいと思っております。旅しようぜ。あとは行く時の洋服が、飛行機の中が寒かったりするから長袖に、そう、下はなんか楽なタイツとかの方がいいかな。うん、あとあれ、飛行機の中の首のやつ、あーで、リュックはこういうでっかい、そう、リュックにパスポートなりなんなり、うん、すぐに取れやすいようなやつを、そうだね、あとちゃんとこれは重要、おとあいますって感じで、私たち旅を楽しんでいきたいと思います。せーの、バイバーイ。